こんにちは、遠藤です。フリーランスウェブ担当者のちょい話。今回はアウトソーシングをすることについてお話をしたいと思います。アウトソーシング、外部の人に発注をする、外注をするということなんですけれども、どうでしょうか、皆さんアウトソーシングってどれくらいされていますでしょうか。このアウトソーシングってやっぱり僕は必要なことだと思うんですね。どんな会社であったとしても、ウェブマーケティングに取り組む、デジタルマーケティングに取り組むというような場合、アウトソーシングをするっていうところをうまく使うっていうことはとても大事なんじゃないかなというふうに思います。なので今回はこのアウトソーシングについてお話をしたいと思います。ウェブマーケター遠藤のちょい話。この番組はフリーランスとしてウェブ担当者やネットショップ担当者をしている私が、日々の仕事で感じたことや思ったことを大体10分間でお話をするポッドキャスト番組です。ウェブマーケティングに関わっている方の気づきや参考になればと思って配信をしています。私もですね、いろいろな場面でアウトソーシングをしています。いろいろ外注をして作業をしたりしてるわけなんですけれども、じゃあなぜアウトソーシングをすることが大事かというとですね、やっぱり本当に自分がやるべきことに集中するためにはやっぱりアウトソーシング必要なんじゃないかなというふうに思います。というのもですね、やっぱり時間って有限なんですよね。1日24時間っていうものはですね、変わらないわけですね。どれだけ成功してようが、どれだけ失敗をしてようがですね、どれだけお金を持っていようがいまいが、1日24時間というのは誰にとっても同じなわけです。なのでこの時間っていうものをいかにうまく使うかっていうことになるわけなんですけれども、その有限で、また一番価値のある時間というものをですね、自分がやらなくてもいいことに費やしていていいのかということなんですね。本当に自分がやらなくてもいいこと、自分がやらないといけないことっていうものに時間を費やすためにはですね、やっぱり自分がやらなくてもいいことは他の人にお願いをしてやってもらうというふうにしていかないと、やっぱり時間って作れない、時間を確保するってことはできないんじゃないかなと思うんです。何でもかんでもですね、自分ができることを全部自分でやるっていうのは正直効率は悪いと思うんですね。で、生産性も低い、生産性も下がってしまうと思います。ただ、もちろんですね、人に頼んでもいい、他の人にやってもらってもいいんだけども、自分がやっておいた方がいい、やるべきっていう場合もあると思うんです。それは、それをやることで得られる経験、その経験をした方がいいっていうような場合には、自分自身でやってみる、アウトソーシングをせずに自分でやるっていうことも必要な、という場面もあると思います。往々にしてですね、本当に自分がやらないといけないこと以外はやっぱりアウトソーシングをして、それができる人に頼んでやってもらうっていうふうにしていくことがいいんじゃないかなというふうに私は思います。特にですね、自分よりも得意な人にお願いをしてやってもらった方が断然これ効率がいいわけですね。自分でやろうと思えばできるかもしれないんですけれども、でも自分よりうまくできる人、自分よりもそれを得意としていること人、あるいはそれをやることが好きな人にですね、お願いをした方がやっぱり自分の時間も無駄にしないですし、完成したもの、出来上がったもののクオリティも自分がやるよりもはるかにいいものができるっていうことになると思うんですね。で、自分の時間を無駄にすることがなければですね、当然ですけれども、その時間を使って自分が本来やるべきこと、他にやるべきこと、そういったものに時間を費やすことができるわけです。もしその時に無理して自分で頑張ってしまうと、その時間というのは自分はそれ以外のことができないわけですよね。だけどアウトソーシングをすれば、自分がやろうとしたことの時間っていうものを別のことに使うことができるわけなので、やっぱりそうやって時間を作っていく、自分が使える時間を増やしていくっていうことができるわけですね。で、これは確かにお金はかかるんですけれども、お金を消費する、
使うっていうことと時間を使うっていうことを比べた場合に、圧倒的に私は時間を無駄にしてしまう方がもったいないと思います。時間っていうものは有限ですし、また増やすことができない。1日24時間っていうのは決まってる。その時間を例えば1日48時間にするなんてことはできないわけですね。で、過去にもう使ってしまった時間、過ぎ去ってしまった時間、自分は使わなかったけれども消費していってしまった、過ぎ去っていってしまった時間っていうものを取り戻すことはできないわけです。だからこそやっぱり私は一番価値あるものは時間だと思いますので、その時間っていうものを無駄にしないように、より効率的に時間を使えるように、やっぱりアウトソーシング、周りの人の力を借りるっていうことが重要じゃないかと思います。具体的にお話をしていくとですね、まあ、私もいろいろなことで、アウトソーシングしてるんですけれども、まあ、会社であればですね、例えばウェブサイトを作りますっていう時に、まあ、確かに、ジンドゥを使ったり、ペライチを使ったり、あるいは WIX を使ったり、ね、他にもありますね、スタジオを使ったりとか、いろいろそういうウェブサイトを簡単に、専門知識がない人でも作れるサービス、ツールっていうのはあるわけなんですけど、まあ、それで作り慣れていない人が頑張って作ったとしても、じゃあそのクオリティはどうなのか。で、結局それをプロの人に頼むようなことになるんであれば、最初からそのプロの人にお願いをしといた方が良かったんじゃないかなんてこともよくある話だと思います。で、私の実体験でお話をするとですね、例えば、今年に入って私は自分のですね、イラストを作っていただいたんですね。それは例えば今で言えばですね、ウェブマスターの手帳の図解であったりとか、あるいはそういうスライドであったりとか、そういった場面で、そのイラストを目にしたことがある方いらっしゃると思うんですけども、そういったところで、使う用のイラストっていうものを欲しいなっていうふうに思ったんですね。それをちょっと作りたいなというふうに思いました。で、この時にですね、じゃあ、イラスト、絵を描くっていうことを自分ではできないかといえば、自分で頑張って絵を描くこともできますよね。誰でも絵を描くことはできると思うんです。ただし、じゃあその絵が自分が求めているクオリティに達しているのかどうかって考えれば、当然私はイラストを描いた経験なんてありませんし、これまで何かね、絵を描いてきた経験も多くありません。そういうところか、ほぼないに等しいわけですね。で、そんな人間がイラストを頑張って描いたとしてもですね、それはもうすんごい下手くそな、ど下手くそな絵が出来上がるわけです。で、じゃあそういった、技量の人間がですね、自分が本当に今作りたい、こういうイラストが欲しいと思っているところまでレベルを上げるために頑張るべきなのかどうかっていうことですよね。で、そこまで達するためにどれだけの時間がかかるのかどうか、慣れていない絵を描くっていうことに慣れていない人間が、プロの人が描くようなイラストを描けるまでどれだけ練習しなきゃいけないんだ、どれだけ時間を費やさなきゃいけないんだっていうことを考えると、どう考えてもですね、やっぱりイラストをプロで描いている人にお願いをして、描いていただいた方が当然ですけれども時間の効率はいいわけですよね。で、自分が慣れてないものをイラストを描くよりも、自分よりもイラストを描くのが得意な人に任せた方が、もちろん当たり前の話ですけれども短時間でできるわけですよね。そう考えると、やっぱりそういうところはアウトソーシングをして、それできる人にお願いをして力を借りてそのイラストを作るっていう方が、私は最適な選択なんじゃないかなというふうに思います。で、もちろんですね、お金がない時にはやっぱりそのお願いをするにしてもお金を払わないっていうわけにはいかないですから、お金がない時には自分たちで頑張るしかないと思います。私自身も以前はですね、やっぱりそんな他の人にお願いをできるほどのお金がなくて、もうやっぱり自分で頑張るしかないと、とにかく自分でやるしかないなんていうことが長くありました。下手くそなりに頑張ったりとかっていうのはあるんですけれども、それでも今も
思えばですね、やっぱり少しでもお金ができた時にそれをどううまく使うか、まあこれお金の使い方、うまい使い方というふうな話になるのかもしれませんけれども、やっぱりそのお金自体もですね、効率よく生産性の高い使い方をするっていうことが大事、その結果としてやっぱり時間を確保したり、時間のうまい使い方につながったりするのかなというふうに思います。なので、これは個人の話だけでなくですね、やっぱりいろいろな会社で、本当にその社内の人間がやらなければいけないことなのかどうか、もしかしたら外部の人にお願いをして、外部の人の知識であったり経験であったり、そういったものを借りてうまくやってった方が生産性が高かったり、あるいは効率が高まったりっていうことも多々あると思いますので、皆さんですね、うまくこのアウトソーシング、外部の人の力を借りるっていうことをうまくやっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回はアウトソーシングすることもとても大事ですよというお話をさせていただきました。それではまた次回のフリーランスウェブ担当者のちょい話でお会いしましょう。